はい、こんにちは、サルインです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。はい、こちら、ババーン。女の子のことなんて、しばらくたしむ、シャドーバース。ということで、いつものやつですね。16周目いきますか。ちょっとね、やっぱりなんかしっくりこないんだよな。残念だけれど。ファントムハウルでガンガン攻めていきたいところだけど、なんか割と防戦になっちゃってる感じかな。まだ実際ちょっとね、なんか複数をまとめて除去するようなカードがあまりないし、毎ターン確実に除去できてるわけでもないし、なんだろうな。なんだろうな。もうちょっと除去増やそうかな。除去バンバン打って墓地作るってのもいいかもしれないしね。肛門ドラゴン、ふふふ。さあ、私に注ぎなさい。終わっちゃった。読めなかった。ドラグーンさんか。パパ、ママ、ルナを守ってね。家族を守るために。ニコスが欲しいよ。でもこれワンチャンソウルコンバージョンとソウルエレメンタルが役に立つかもしれないよ。オッケー、ニコス引けたとりあえずそれだけで満足ってことでいいだろう。よろしくね。よろしくな。ウイスよろしくっす。一貫性が欲しいんだけどな。一貫性がね。ユニコ、頑張ります。ユニコか。リエルちゃん置いとくか。さて、仕事しますか。なんだなんだ。強くならなきゃ。ここはあれだな。ネクロエレメンタラーにする予定だったんだけど、これも仕事よね。倒したくないからベルエンジェルでいいか。さてと、除去ね、いいよね。アイラちゃんいいカードだよね。ビショップ以外だと除去しづらいカードだからね。攻撃的でもなく、かといって防御が優れてるわけでもなく、なんと中途半端なんでしょう。なんか違うんだよな。なんか違うよね。私たちの炎で導いてあげる。あらららら。あららら。おお、ネフティス。なんだなん。一戦か。ガフィアかな。どうしようこれ。なんかすげえ微妙。進化だ。相打ちおいしくねえな、あんまり。まあいっか。ぴょんぴょん跳ねて可愛いでしょ。なんか違くないこれ。いや、いろいろ違う気がするな。くっつけば大きくなれるのよ。ガブッといくわよ。まだやれるのに。なんか噛み合わねえな。ネクロアサシン使いづらいんだよね、実際このデッキって。すごく自覚してるけど。我は天空の番に。ありゃー、まあそうなるわな。で、やたら壁しくなってきましたが、微妙だな。アサシン使うにも微妙だし、どうするんですかこれ。コストが噛み合わなすぎてビビるわ。33のアクションつっても大切ようないし、まあ確かにね、全部処理できるなら処理するか。この子たちの声が聞こえる。ルナと遊ぼう。今度はあなたたちの番なのよ。でも結局だな、よう見たらな。まあしょうがないか。声聞かせてあげる。結局でも血が落ちる。あんまり良くはない。あんまり良くはない。結局ためた墓地を、なんともファウル用にためた墓地を一戦で使ってしまう。あまり良くはない。あなたの痛みを和らげましょう。この結構この回復するタイプのドラゴンって流行ってんのかななんかそんな感じするよね。34アクション取れねえよって話だね。ケルベロスでいいですか。ちゃんと一暴れしちゃおっと。さてと、まあ、次のネフティスでいいかな。面白そうだしね。でもこのネタネフティス超弱いからね。回して我は天空の番人。いやー、状況がネクロエレメンタル。まあまあ全然それでここで打ってくれたら全然痛くはないけれど、ネフティスって77になるんだ。強いね。でも進化圏がもったいねえなでもかといってあいつ処理しねえんだよな。できないんだよな、むしろな。この2択外しただけで結構ギャグだし、だったらやっちゃうかネフティス。踊れ魂よ、わらわの名のもとに。まだまだお子様ね。まあ美味しかったのかこれは、みたいな感じだね。見せてあげる。では死と安息を与えよう。安息が欲しいか。私が落ちるだと。ネフティス、まあ満足ですね。もうまあここから言うて勝ちたいけどね。ちゃんと勝つようには頑張るんだけど、アウルが1枚に入れたか。やっとだな。遠いな、ダメージは刻んでないからな。はい、続きは冥府で。ああ、2枚目か。相手切れしないな。まあいいや。てかなんか事故ってんのかな、ようわからん。さてこっからですが、こっちも準備していこうか。まったりとこの子たちの声が聞こえる。もうただのバニラだから出していっちゃおうね。おばあちゃん見ててね。まだいいや。まあファントムハーレも2枚あるから、まあ事故らないよね一応。ファントムハウルもねあるから、もうガンガン刻んでいきたいってこともあるんだけどね。ここは確かに刻むチャンスではあったかもしれないな。もう刻んでソルコまで食っちゃうって方がよかったかも。まあそんなところだろうね。絶対辛いんだよな。早々に蹴りつけたいんだけど。混沌こそ我がおばあ。声聞かせてあげる。で、私の苦しみをあなたにも。でも刻んでいくか。許さない。もう7点回復するやつがあるんだよな。肉ワンネースでかまー肉殺しきれるか怪しいとこだよね。あ、使うの忘れたしまった。まあいっか。あ、やべ、9枚になっちゃったか。これやりすぎたね。ここはプライチでよかったな。失敗したな。もったいなかったな。やらかした。まあでもエンサーの声強いな。相手がサタンズサーバントとか出してても倒せるしな。でもあれ沈黙の魔性が我が暗黒の翼、はい、落としてみよう、それだけかい。逆にかい。ああマジか。やべえ、やっちまったー。キーカードが台無しだよ。うわ、しかも弱え。あいつ処理しずれ。まあ2点やっても倒せるけど、そこなのか。うわ、やっちゃってんだこれ。ぴょんぴょん跳ねてかわいいでしょ。いや静寂って許さすぎ。もうキッカーじゃないまだまだお子様ね。いやー、やべえ。ファントムハウルがなくなったぞ。これダメだ、押し切れないかもしれない。ダメだ、やっちまったやべえ、マジやべえ。ああ、全然愛、死んでも残るもの。メルシー一番今いらないかもしれないな。あー強いね、ネクロサシンね。いやー相手がまったりしてくれた間にゲーム決めたいんだけどな。でまたファントムファウル、一本殴れないのか。そうするとそれダメだな、右側だな。とはいえ軽いフォロワーがいないんだよな。参ったな、もったいねえっていうか弱えそれ。でもファントムファウルもこれで終わりなんだよな。考えなきゃいけない。おばあちゃん見ててね。マジビビるわ。聖者って許さすぎ。おばあちゃん、いやーこんな悠長なことやったら勝てないぞ。チャンスがせっかくのチャンスがあって相手めっちゃサタンのでサタンからカード引いてんだからな。もうやべえぞ、いつ握られてもおかしくないのに。ほら来たよ 7.5 回復。てかもうディースもう1枚引かれたらダメなんだけど。何も聞こえない。どうすんだよこれ。だから殺しきれないんだよ完全にさ。ダメなんだよな、ほんとダメ。あー R やっても全然届かないんだよ。許さない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 。てかもう沈黙の魔性を1枚で負けちゃうんだけど俺。憎い憎い。いやーあそこだからなあ、ちょっとやりすぎたのが反省だよな。憎い。むしろあれ取っときゃよかったのかな。いやそういう問題じゃねえな。まあ負けたよ。ああ負けた。いやー下手くそだったな、いろいろと下手くそだったな。ちょっとあれはやりすぎた。確かにバーストして嫌な予感したんだよな。まさかファントムハウルが落ちるとはな、あんな確率で。はいお疲れ様でした。魔性だろ、はい、我が漆黒の陣雷。分かってた分かってた。負けちゃったけど楽しかったな。いやーマジ下手くそ下手くそ。まあまあまあしょうがないね。はいお疲れ様でした、バイバイ。